ここからの時間はオフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーをお届けいたします。ただいまこのコーナーでは昨年の今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトで入選いたしました作品のご紹介をさせていただいています。今日ご紹介いたします作品は大阪府堺市にお住まいの59歳の方の作品です。ありがとう、頑張るからね。人生には限りがあるから良いのだと何かで読んだことがあります。ひーちゃん、31年と2日は良かったですか？胸をえぐられるような喪失感と悲しみの中で、母さんはお前の骨箱を抱きしめ、家の前に座り続ける日々でした。小凍症という障害を持って生まれたひーちゃんの頭は、文字通り小さく脳が発達しませんでした。呼吸すること、食べ物を飲み込むこと、体温を調節すること、排泄すること、普通にできて当たり前のことがほとんどできず、その上、発作にまで苦しめられましたね。3歳を過ぎてもミルクしか飲めませんでした。飲むというより、運が良ければ喉の奥に流れ込むという状態でした。だらだらと垂らしながら、半分も口に入ることがなかったミルクでしたが、ある時スプーンを持つ仕草をした時は、母さんは嬉しくて大泣きしました。6歳になり、養護学校の入学通知が届いた時は、天にも昇る気持ちでした。でも給食の時間は一苦労でしたね。食べるひーちゃんも必死だけれど、食べさせる先生も必死。スプーン一杯のドロドロの食べ物さえもかなり苦しむ。咳き込むひーちゃんの背中をトントン叩く先生。ひーちゃんの目には涙。先生の額には汗。食台の上はティッシュの山になりました。苦しいはずの食事も終われば疲れと満腹ですやすや眠ったり、ニコニコ笑ったり、なんだか胸が熱くなる光景でした。26歳を過ぎる頃より生きる機能はどんどん萎えてきました。人工呼吸器をつけ鼻から胃まで通した管で栄養を取り命をつなぎ止めました。それでも母さんと目が合うとよく笑ってくれました。ありがとう、頑張るからねと母さんに力いっぱい伝えているようでした。ひーちゃんが笑うだけで元気100倍になりました。ひーちゃんとの一日一日が思い出され、その積み重ねがいかに心の栄養になったか身に染みてわかるのです。母さんこそありがとう。よく頑張ったね。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。ここで第2回今は亡きあの人へ伝えたい言葉募集のお知らせです。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、個人の尊厳を守りご遺族をいたわる心を第一とする全国の葬儀社が実行委員会を結成して実施し、オフィスシオンも実行委員会に参画しています。父、母、祖父母、先生、友人など、あの人とかつて一緒にいた時に言えなかったこと、思い出やあの人が亡くなった後に伝えたくなったこと、感謝の気持ちなどを手紙に綴ってください。亡き人を思う、お葬式やお仏壇、お墓でのエピソードなどを交えた手紙も歓迎いたします。応募規定は400字詰め原稿用紙2枚、800字程度です。形式は自由ですが、創作は対象外です。応募作品は出版物として書籍化をし、
ウェブサイトに掲載いたします。応募者は応募の時点で作品を公表することに同意したとみなさせていただきます。5月31日必着となります。詳しくは今は亡きあの人へ伝えたい言葉で検索。募集サイトをご覧ください。ここオリエント館にもポスター、チラシを置いています。また、皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。お寄せいただきました方には、僧にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見、ご感想、そして、お問い合わせなどは、奈良.fm の方へとお願いいたします。ご意見、ご感想の宛先です。メールは info@nara.fm、info@nara.fm、ファックスは074224-8422、074224-8422。手紙やはがきの場合は、郵便番号 630-8334、奈良市西の新屋町43番地、いずれも奈良.fm、オフィスシオンの係までお願いいたします。お問い合わせは、074224-8422、074224-8422、いずれも奈良.fm、オフィスシオンの係まで。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。